ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。コメント一つ、マッチーですさんからのコメントです。スキルでぜひおっさん呼び見たいですというコメントいただきました。作戦スキルポイントと、ヤンガスなんだけどね、人魚ちょっと見てもらいたいんだけどね、これ、メガザルはなんか、いるかなって感じするけど、他使わなさそうなんだよね。だから、スキルポイントの余裕があったらっていう感じにしようかなって思ってます。あ、これまだ上げられないんだ。あと1上げなきゃいけないんだね。格闘スキルにちょっと振りたいかなって思っててね。はい。ヤンガスの、どうかなぁ、おっさん呼び。なんか PS2 版でやってたんで、そっちで見ていただけたらとも言いたいんだけど、さすがにそれもなんか悪い気もするんでね。とは思ってるんですけれどもね。はい。でね、あげます。あ、なんか R でまとめぶり。あ、これですね。ありがとうございます。コメントありがとうございます。じゃあこれでいきます。ニードルラッシュは、まだ覚えられないけれど、十分でしょう。ニードルショット、サミダレ打ち、弓装備改進確率上昇、精霊の矢、攻撃力25アップ、シャイニングボウ。おー、結構上がったね。ククルにね、オーディンボウをね、作りましたんで、ケイロンの弓とエルスの弓とあとなんだっけな、ビッグボウガンかなでできたんだよね。これを作っておきましたんで、これでいきたいと思います。ゲルダさんも使いたいんだけどなぁ。どこと交換するかなんだよな。今回ゲルダインしたいんですけど、そうですね。じゃあちょっとヤンガス一旦外すかなぁ。そしたら。よし。せっかく来たからね、ゲルダさんね。使ってあげたいよね。主人公で四角来るかな。これで行きたいと思います。よし、じゃあ参りますかね。皆さんいつもコメントありがとうございます。これかな？こっちに、レオパルドが、飛んでいったよっていう、確か、情報を。誰か来るぞ。こっちに隠れるんじゃ。ここにおいででしたか。私に話とはいかがなされました？ここは属性より遠く離れた場所にある。は、館の警護は我ら聖堂騎士団にお任せを。じゃがどこにいようと人の噂は聞こえてくるもの。おしゃべりスズメどもの一番の話題はそなたのことだ。よからぬ噂を耳にしておる。そしてそれはただの噂ではないのだろう。目立つ者は妬まれる。法王様ともあろう方がそのようなデタラメを信じるとは。オディロはわしの親友じゃった。かけがえのないただ一人の友。そなたに館の警護を任せ、わしのそば遣いとしたには理由がある。オディロのためじゃ。親に見捨てられ、幼き頃よりオディロの子同然に修道院で育ったそなたが、これ以上道を誤らぬよう、せめてわしの目の届くところに置いておかねば。マルチェロよ、そなたは頭も良い、腕も立つ。聖堂騎士団を率い、よく働いておる。なぜそれで満足できぬ。このままではわしはそなたを罰せねばならんぞ。いや、そなただけの席ではない。教会が汚れ金にまみれたのはわしが不甲斐ないせいかもしれぬ。話は終わりだ。よいな、今なら間に合う。正しき道にその力を使え。失礼いたします。法王様に神のご加護がありますよ。もはやわしの言葉すら届かぬのか。我が友オーディロよ、あやつの魂を救いたまえ。
マルチェロは一体何をしたんすかね。この旅をして離れた間に相当悪事を働いたのか、そういうことなのか、一体何しでかしたんだろうな。さあ、鳳凰の館に入っていきます。すっげー荘厳な建物だな。若干斜めってるようにも見えるけど、こんばんは。いや、こんな見ず知らずのやつが入ってきてもビビらないあたりがさすがだな。とりあえず正面まっすぐ行ってみますか。広いなぁ。これは違うな。2階か。とりあえず鳳凰様に会いに行きたいんだけど、一番上かなぁ。とりあえず上上がってみましょうか。すげぇ。あ、ここっぽいな。違うかな。あれ？これダメ？これダメなやつかな？なのか？おー、すげえ綺麗な。あ、これは普通に花瓶に花か。宝石に見えた。二の大司教様がおくつろぎ中。話しかけてみますか。これか。マルチェロのやつ、王様の警護役になってからというもの、賄賂をよこさんようになりよって。なるほどな。賄賂か。このわしが直々に推薦したからこそ今の地位を手に入れられたというのに、まったくあの恩知らずめ。なんだお前たちは。すげえ独り言。すげえ独り言。今更気づくのかよ。ここは武器庫か。二の大司教。なるほどね。賄賂とか言ってたね。そういうことだったのね。ゲルダ結構背高いんだな。あ、もう行ってきましたね。三角谷のことですね。あ、そうか、ここで賢者のロブか。これで、また錬金が一つ増えるな。なんだったかな、賢者のローブは何になるんだったかな。これが必要だったんですよ。で、この賢者のローブっていうのがね、ここにしかないんだよね、確か。この、鳳凰の館のこのタンスにしか確かなかったはず。買えるのかな。命の木の実。この賢者のローブが結構大事なんですよね。ちゃんと回収しないといけないやつです。探索するつもりなかったんだけど、結局することになってしまったな。あ、警護いないですね。これで話せるかな？どうだろう。どうも。あ、どうも。ほう、面白いこともあるものだ。神聖なる力を感じる。旅人よ、そなたの行く道に神のご加護があるように。話しかけるんじゃないの？あらら？暗黒大樹の葉は邪悪な存在の居場所を指し示した。うん。これでいいのかな？でも、で、魂を使ってあげて、あ、はいはい、あったあった。画面表示してと。これで皆さんも見えたと思うんですけど。よいしょ。今から、向かってる先に、紫色の葉っぱが見えますよね。これがそうですね。どうすればいいんだっけな。これがレオパルドのはずなんですけど。ん？葉っぱ動いてません？どこにいんだろう。いた！あいつか。お、いたいた！すげえすげえ。あ、見失った。
右にいる。あれだ。追いつけるかな。え、くそ。むずい。エースコンバットみたいな。まあ、ダメですね。追いつけないですね。でもこれでいいんだ。オッケー。待ってね。俺は大きく旋回しないとダメなんだろ？あ、でもいいかも。この辺、この辺。すげえ、一気に暗闇にカスタ。急げ。今回ゲルダさん初。そうだよね。ゲルダさん初なんだけど大丈夫なのかな？奥義スキルとかギリギリまで上げた方がいいかな？そうですね。じゃあ上げられるだけ上げるか。あ、また。今上げれてないね。よいしょ。上げれるだけ上げます。これでだいぶゲルダさんも戦えるようになると思うんで、ここに来てようやくスキル振り始めたな俺も。だいぶお待たせしたよね。これパートいくつくらいになってんだろうな。 4,50 くらいだと思うけど、本当にここまでスキル貯めてなかったからな。じゃなくて振ってなかったから。法王様が、怪しい者が法王様のお部屋に侵入したらしいのだ。お前たち頼む、法王様をお助けしてくれ。そしてくれぐれも忘れるな、法王様に伝えるのだ。最初に救援の兵をよこしたのはこの二の大司教、わしの手柄なのじゃと。ふん。それを言わなければね、一言余計なんだよな、この人は。っていう風に感情移入させるのがうまいよね。おう。ほう。レティスの力をその身に宿したか。面白い。よかろう。最後の賢者を殺す前にお前たちを血祭りにあげてやるわ。